現在のティーンエイジャー、中高生にとっては多分一番身近な存在であると思われる現役の医学部の学生さん、安寿加藤さんに今日は出演していただいて話を伺いたいと思います。皆さんの中で医師を目指すということであれば、当然医学部に入学して、卒業して国家試験を受けてって、そういうプロセスを通っていかなきゃいけないんですけども、最近は私の時代と相当違っていて、知識がね、学ぶことが山ほどあって、勉強も大変ですし、まあ、その中で部活なんかもされて、国家試験を受けなきゃいけないっていう、そういう段階など、なかなかね、このインタビュー、出てくる人がいなかったんですけども、今回初めて学生さんとして、安住に、出演していただきました。今までの、まあ、中高生時代から振り返って、それから現在の医学部の現状とかね、そんなことも少し話してもらって、その後に、まあ、自分のね、将来的なことも、もしよければ、話していただいて、若い人たちに、まあ、参考になるようなね、アドバイスをいただければいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。実は私がちょっと知り合ったのは、ちょうど1年ちょっと前ですかね。昨年度の4月から、私が静岡医療センターというところで、ハワイ式の、まあ、臨床実習、学生さんの臨床実習の導入いたしまして、そこの本当に第1期生というか、最初の学生さんとして、6ヶ月間来ていただきまして、ここにいるように、まあ、研修医たちと指導医たちと一緒に勉強していただいて、ちょうど去年は、まあ、今でもそうなんですけども、私が行けなかったんで、こういうズームなんかでね、いろいろカンファレンスなんかをして、1年、半年間過ごしていただきましたけども、この時の様子とかね、これはまた別の時の様子を、の写真です。最終的には6ヶ月間、内科と救急と、それから、ファミリーメディシンの研修を置いていただいて、最終的にこの卒業した時の、去年の9月になりますかね、写真がこれになります。未来の医師への贈り物、第36回、加藤安住、藤田大学、医科大学の学生さんです。On the way to question っていう、まあ、キャッチフレーズで今日お話しいただきたいと思うんですけども、まずは自己紹介からお願いしたいと思います。はい、私は藤田医科大学医学部の6年生の加藤安寿と申します。で、出身は愛知県の小牧市です。で、一番左下に小牧市の場所の写真があります。こうですね。はいはい。はい。名古屋西からの。は結構遠いわけなんですか？名古屋が小牧市の下ら辺にあるちょっと大きいスペースがあるんですけど、この辺。それこうなんかカニの右の付け根の上ら辺が名古屋市で、なるそほど、のこの辺。上に乗っかってるみたいな感じです。なるほど、わかりました。はい。で、真ん中が小牧っていう小牧市のゆるキャラなんですけど、2005年にできてて、ゆるキャラがなんかすごい流行る前からいた古そうなんいですか。ちょっとあんまり可愛くないキャラクターです。何をこう真似してるんですか。なんか特別な食べ物とかなんかあるんですか。そういうわけじゃなくあ、て。それは多分小牧市のなんか市の花がツツジの花らしくツツジのて、花多分そね。れをかざどってるんだと思います。なるほど。はい。そしてこれは で、ちなみにはシルクサンドの写真なんですけど、なんか小牧市は東名高速と、名阪高速の、ジャンクションがあって、交通の便がすごくいいので、工場がすごいたくさんあって、で、外国人労働者の方もすごいたくさんいて、まあ一番、分かりやすいので、一番有名っぽいので、白子さんの載せてみました。工場があります。じゃあ普段から外国人と接したりすることがちょこちょこあるってことですか？ あ、そうですね。小学校とかでも、中国人とか、ベトナム人とか、ペルー人とか、ブラジル人とか、すごいたくさんいましたね。なるほど。そはれい。はまあ、じゃあ国際感覚に少し最初から触れてたってことですね。そうですね。英語とかは喋らないですけど。なるほど。それで、いよいよ、中高生時代に入ってくるわけですけども、はい。お話しいただければと思います。はい。私は愛知県の南山高校っていう、中学と高校出身なんですけど、中高一貫で、中学生の時は、
本当にひたすらバスケットボールしかしてなくて、おで朝開門の時間に学校に行って、で授業始まるまでバスケの自主練をして、なるほど、授業は全部寝て、でまた学校が終わったらあの部活をするっていうことをしていたら成績がすごく悪くなってしまってで特に数学が苦手で、数学は定期試験は最低点が22点で、飛翔テストとかあと0点とかも取ったことあるくらい。なるほど。数学が弱くて、それで今最終的に英語が来たわけですか。大したもんですね。英語だけは好きで、英語だけは普通くらいには勉強してたんですけど、他の教科は本当に散々でしたね。なるほど。それでこれがその時のバスケット仲間たちってことになるわけですね。そうですね、中学1年生の時の写真だと思います。ああ、そうなんだ。はい。これどちらに、もう面影があまりなくて分かんないかね。真ん中の段の一番左ですかね。あ、こちら。はい。ああ、なるほど。10年くらい前なんで、あんまり面影ないかもしれない。なるほど、幼い頃ですね。この真ん中のこれは何ですか、はい、別の部活ですか。あ、真ん中のは学校のエントランスなんですけど、はい、その中高一貫校でカトリック系のミッションスクールだったので、今までこうあんまり宗教に触れてこなかったので、なんかそういうキリスト教とかに触れる機会があっていい経験だったなと思って載せました。あ、なるほど、そうですね。それはいい経験でしょうね。で、これは高校になってからですか？そうです。それは卒業式の後の懇親会みたいな時の写真で、はい、なんか高校に入ってから少し勉強を頑張ったってことですか？あ、そうですね。中学生の時にこのままでは医学部同校ではなくて本当に行く大学が本当になくなるなと思って、退部する人ってあんまりいないんですけど高校上がる時に退部して勉強するようにしてました。あ、なるほど。はい、それでじゃあその高校時代の勉強方法っていうことで少しお話しいただきたいと思うんですけども、はい、私は英語が好きだったんですけど、うん、英語は朝学校に行くために電車に乗る時間と同じ時間に始まるNHK のラジオがあったので、それを毎日聞いてました。これですね。はい、リスニングは結構それで良くなったかなと思います。なるほど。はい。で、予備校は通ってたんですけど、中3くらいの時に通ってみたんですけど、その勉強の進捗が早すぎて、何にもわからないまま時間が終わるっていうのが多かったので、なるほど。やめて高校生から家庭教師の先生をつけてもらって、学校の復習みたいな感じでやってもらってました。なるほど。はい。そして。あとは、自分だけで勉強してると、みんながどれくらいできてるとかがわからないので、うん、予備校には通わなかったんですけど、模試だけ受けて、はい、そのレベルがどのくらいかなっていうのを見てたりしました。でも、うん、結局 D 判定とかばっかりだったので、あんまり役に立てたかどうかわからないです。で勉強図書館で結構してたってことですか？そうですね。学校の図書館とか、あとは休みの日は小牧市の図書館で。あ、こちらですね。この右下の写真が、はい、古い図書館で、今新しくなっちゃったんですけど。綺麗ですね。桜が咲いていて。地元の中高生に混じって勉強してました。ああ、そうですか。それで、はい、結局でも最終的には勉強して医師を目指そうっていうことになったわけなんですけども、はい、その進路を決めるまでの過程が少しここで綴られていますけども、はい、進路決定で医学部を目指した理由は母が医師だったっていう単純な理由なんですけど、なるほど。あと右にクラスの写真があるんですけど、これ高3の時のクラスの写真なんですけど、ほとんど医学部志望なんです、ね、すごいこんなに医学部志望ですか。すごいですね。ちょっと工学部とか理学部とか薬学部に行った子もいるんですけど、結構ほとんど医学部で、そういう影響もあったかなと思います。あ、なるほど。で
やっぱり中学生の時に勉強をサボってたので、数学と物理が本当に全然成績が伸びなくて、で最初は国公立志望だったんですけど、あまりにもセンターの物理とかもあまりできなくて私立の志望にしました。あ、なるほど。センターの物理は多分よくて 60% とかしか取れてなかったと思います。で、志望校なんですけど、私立に変えた時に本当にここに行きたいっていう私立があんまり決まらなかったので、うん、とりあえずそのチャンスを増やすためにということで、藤田医科大学の一般公募推薦の受験を決めました。ああ、なるほど。多分締め切り1ヶ月前くらいに決めたと思います。で、一般公募推薦は英語と数学と小論文しかなかったので、多分英語が良かったから良かったんじゃないかなと思ってます。なるほど。はい。それでまあその時点でも年度内に11月に、合格しちゃったわけですね。はい。みんなより一足先に終わりました。はい。それでいよいよ医学部の生活が始まるわけなんですけども、はい、低学年と高学年でちょっと活動いろいろされてましたけども、その辺のところちょっと伺えますか。はい、低学年の時は部活が硬式テニス部だったんですけど、週に3回部活をやって、でその他の空いてる日はアルバイトで塾のチューターとかをやってました。あ、なるほど。うん、はい。で土日にテニスをしたり、あとは土日に空いてる時間で勉強をしたりしてました。うん、で勉強は、医学部の勉強って結構なんか理系の学部なのに暗記系ばっかりで、それが苦手な子も多分いると思うんですけど、私は数学が苦手で暗記系が得意なので向いてたかなと思います。なるほどね。はい。うん、で確か1年生の時でしたっけに、藤田がその HMEP に加入するっていうのを聞いて、でもともと英語も好きだったし、ちょっと臨床留学とかにも興味があったので参加することに決めました。はい、この HMEP っていうのは多分今日聞いてる人はあまり分かんないと思いますけど、ハワイ大学が、私が日本でね、アメリカ式の教育を導入しようということで、日本の医学部と提携して日本に導入した、カリキュラムで、そこに藤田医科大学がこう参加してくれたんでね、ちょうどだから1年生だから6年ぐらい前ですかね、初めてその年から多分アンジュが参加してくれたんじゃないかなと思います。はい。それで高学年になりますね。はい、高学年になると臨床実習が始まるんですけど、大学で4年生の秋ぐらいから実習が始まって、静岡医療センターに行ったのは5年生の春から秋の半年間お世話になりました。ね、はい。第1期生だったんでね、本当に、はい、どんな人が来てくれるのかなと思って心配してたんですけども、まずはアンジュが来てくれて本当に、非常に頑張ってくれたんで、その後もねもう何十人も来てくれてますけども。はい、これはその時なんかプレゼンテーションしてる時ですかね。そうですね、多分内科の患者さんのプレゼンテーションをしてるとこだと思います。あ、なるほど。はい、この前伺った時すごい学生さんが増えててびっくりしました。あ、そうですか、いらしたんですね。はい、はい、ずっと一人だったんで。あ、そうかそうか、そうですよね。で、うん、その後だいぶ増えてきまして、で相変わらず今コロナの関係でね、僕はなかなか行けないんですけども、そんな中で6ヶ月間過ごしていただいて、これが卒業式のね、集合写真じゃないですけども、でこの右の上に卒業のちゃんと証書が、ハワイ大学があれしてジュニアシニアというところが、提携しているので、そこの卒業証書が、できて無事卒業していただいたってことになります。一応このプログラムね、卒業してもいただいて、大学はねこれからあと1年弱ぐらいで卒業になると思うんですけども、
まあ、それが今までの、ね、経過で、何かあれですか、まあ、理系が弱かったのに医学部に来て、まあ、こういうふうな生活をしていて、何か自分は他の人に比べてね、学生さん、友達たくさんいると思うんですけども、こういう面が良かったのかな、悪かったのかなとか、何かこう思うことがあります？勉強に関してはやっぱり暗記系が得意だったので、うん、みんなと同じかみんなよりちょっと頑張れば、うん、結構いい成績が取れたので良、ねうん、かったかなと思います。暗記ができる能力ってことね。分かりました。そうですね、うん、他には性格が向いてるとか向いてないとかは医学部はね、そお母さんの関係とか、はい、まあ、友達がたくさんいたってことで、まあ、選ばれたってことなんですけども、最終的には向いてたかなっていうのはあります？感じとしては。そうですね、患者さんと話すのはすごい楽しいので。なるほど。そういう面では向いてたかなと思う、うん、そうですね、はい、まあ、最終的にはね、まあ、暗記していろんなことを覚えて、まあ、いわゆるサイエンス面の、ね、ことがどんどん発展していっても、最終的には、ね、医療って医療者と患者さんあるいは家族との、まあ、話し合いの中で、ね、進めていくので、ぜひそういう面は、ね、まあ、能力としても医師のプロとしても重要な分野じゃないかと思いますけども、それで、海外の経験というのは、ね、それほどなかったって、まあ、もともと英語が好きだったっていうことだったんだけども、まあ、僕は、静岡にいらしてきた頃にね、お会いしたりして、もう相当海外の経験があってね、それでまた海外を目指してるのかなと思ったら、意外にそうでもなくて、ここに一ついただいたんですけども。はい、そうですね、海外留学とか、留学はその大学受験が11月に終わったので、その後の、あ、なるほど、はい、暇だった時間に1ヶ月行ったっていうのと、あと夏休みとか春休みで1週間ずつ、あとプラスで2回くらい行ったくらいで、ほとんど、うん、どちらですか、行かれたのは。1ヶ月行ったのはシドニーです。あ、シドニーか、これね、はい、これみんなシドニーですか。そうですね。あ、なるほど。ビーチと、あとワラビーと、で、普通に語学留学してもつまんないかなと思ったので、バリスタ の資格が取れるっていうコースにして。何のコース、何の資格が取れる。バリスタって言って、コーヒーの、コーヒーとかを作る職人みたいな。へえー、はい、あ、そういう学校があったんですね。そうですね、そういうところに行ってみました。で、これがアンジが作ったハートですか。そうですね、ちょっとあまりうまくないかもしれないんですけど。で、そこに、ここに世界各国からいろんな人が来てるってことですか。そうですね、やっぱり日本人は多かったんですけど、韓国人とかスイス人とか、ブラジル人とかいました。あ、なるほどね。そういう交流があったんだ。それはいい経験ですよね。はい、で、他になんか1週間ぐらい行かれたっていうのはアメリカですか。アメリカのロサンゼルスと、あとオーストラリアのケアンズに1週間くらいずつ行きました。それはなんか医学関係のことでいらしたの、それとも全く。いや、全く違いますね。中学3年生の時と高校1年生の時に行ったと思います。あ、なるほど。多分休みの期間に。休みの時にね。はい。それで、これ、ホームステイ先が病院近かったので、臨床留学に興味を持ったっていうのは、こういうことですか？ホームステイ先の地域に、大きい病院が2つか3つくらい集まってる地域で、うん、なんかたまたまその辺にお医者さんとか看護師さんが歩いてたので、で、結構なんかいろんな人種の方がいて、ええ、なんかそういう外国人でも、その他の国で働くのも楽しそうかな、その程度です。それはこのオーストラリアの話ですね。はい、そうですね、はい。あ、なるほど。そっか、じゃあそういう感じで海外の臨床とか、あるいは留学に興味を持たれたっていうことですね。はい、で、あと今年、まあ、今ね、アメリカの、ね、まあ、国家試験を目指して勉強されてるっていうことなんですけども、まあ、将来的に、ね、まあ、医学部卒業して、まあ、日本の、まあ、医師となって、
まあ、初期研修っていうのはね、日本で多分されると思うんですけども、まあ、それが終わってね、アメリカにまあ挑戦するなり、アメリカで言わなくてもいいんですけどね、世界、オーストラリアもまあとってもいいとこですし、まあ、将来の、なんていうかな、自分のキャリアプランとか、展望とか夢があるのかなと思ったら、伺ったらこういうあのスライドをいただいたんですけど。まだあまり決められてないんですよね。なんかまだこうどの道に行くかわからないっていうのを込めて題名で On the way to question にしたんですけど。ああ、そっかそっか。まあ、その On the way の過程の中で、この、はい、これ静岡医療センターですよね。あ、そうですね。はい。この辺の宿舎に泊まってたのかな。いや、もうちょっと右ですかね。あ、そうですか。映ってないですけど。あ、そっか。富士山が見えるのがちょっと愛知県民にとっては珍しいので、そかそか、写真を撮ってみました。はい、で、まあ、ここに来たのもね、まあ、そういう一つの過程としてプロセスとして、まあ、いらしてくれたと思うんですけども、何か他に、まあ、考え中の中でも少しこう目指すようなところはあります？そうですね、その静岡医療センターにいる間に、こう大学病院だと結構その専門性をすごい追い求めることが多いんですけど、うん、その静岡医療センターにいらっしゃる先生だったは結構こうジェネラルな感じでの視点を持った先生方がいらっしゃって、うん、なんかそういう方向に進むのもいいかなと思ってます、うん、なるほど。何かとかいうのはまだ そこまでまだ決めてないんですね。そうですね、でもその急性期というよりは慢性期の方が自分には向いてるかなと思うので、うん、救急科とかよりは内科とか、うん、家庭医療科とかの方が向いてるんじゃないかなと思います。なんだろう、ね、うん、感じとしてはいわゆるあのかかりつけファミリーメディシン、なんかそんな感じに向いてるような私も印象を受けましたけども。まあこれからね、努力して、まあ、それに向かって、ね、進んでほしいと、まあ、活躍の場は日本であろうとアメリカであろうと世界であろうとどこでもいいと思うんですけども、他に何か将来もうそれはまあ、ね、ここ多分、5年10年 の、ね、あのキャリアパスということになってくると思うんですけども、まあ、将来なんかこういうことしてみたい、全然医学と関係なくてもいいんですよ。あの私はよく言ってるのは宇宙に行きたいというのは私の夢なんだけども、まあ、そんなあの叶わない夢でもいいんですけども、何かこう夢みたいなことあります？自分の全くプライベートのことでも何でもいいんですけど。あ、犬がすごい好きなので犬いっぱい飼いたいです。いっぱい飼いたい。今実家に6匹犬がいるんですけど。すごいな。犬に囲まれて暮らしたいです。あ、小さい頃からじゃあ犬に囲まれて暮らしてたわけですか？そうですね、はい。でご両親がやっぱり犬好きだったんでしょうね。そうですね。じゃあ犬の好きな彼氏でも見つけてたくさんの大きな家庭を作っていただければいいかなと思いますけども、本当にね最近私のところも犬がいたんですけども、まあ、本当にファミリーの、ね、一人として、犬っていうのは、ね、本当に可愛いですよね。そして最後に、まあ送るまあ、今までの、ね、話をまあ踏まえて、私が感じてたのはどっちかというとアンジュはちょっと、まあ、普通のね普通のって怒られちゃうんですけども、まあ一般的な医学生とはかなりこうちょっと飛び抜けてね、あの違う感じで、まあ、特にあの静岡医療センターに来てくれて、研修を受けたりしてね、まあ、かなり勇気のいることだったんじゃないかと思うんですけども、少しこう飛んでる飛んでるあの彼女を思い浮かべたんですけど、まあ、今までの話を聞いていくと、まあ、極めて普通のね、あの女の子っていう感じではあるんですけども、そんな経験を踏まえてこれからの、ね、中高生、まあ、あの小学生でもいいですけどティーンネイジャー中高生にこう送る言葉っていうのを最初いただいたんですけど、これがそうなんですけども、はい、まず私はその医者としてどう生きていくのかっていうのがまだ明確に決められてないんですけど、なんかそういう中でもその私、例えば私だったらその静岡医療センターに周りに誰も行く人がいないし、初年度だけど行ってみるとか、なんかそういう明確なこうゴールが見えてなくても、
なんか目の前に何かチャンスみたいなのが転がってきたら、うんうん、チャレンジするのはすごくいいかなと思います。ね、はい、うんうん。で、その下の、その目の前にやるべきことをこなすっていうのは、私だったらその学校の勉強をこの科にとってもなりたいっていうわけではなくても、こう全部をまんべんなくちゃんとやるとか、うん、そういうことをすることで、まあ、将来の選択肢を増やして、そのゴールがこう見つかってなくても、そのゴールに近づくための手段を増やすっていうのが、うん、重要かなと考えてます。うん、なるほどね、うん。確かにそうですよね。まあ、結局は現在やるべきことを努力してやっていくと道が開けてくるっていうことじゃないかなと思いますけどね。なるほど。どうもいろいろと、まあね、まだ今まで出演していただいたこの YouTube の、ね、スピーカーの人ある程度ね、年取った経験のある人がたくさんいたんですけども、まだね、アンジュの場合若くて、医学部を経験した、やっと卒業するという段階なんですけども、まあ、生の声を伺いでね、いろいろと勉強になった人も多いんじゃないかと思います。今日はどうもありがとうございました。お忙しい中。つい最近、アメリカの、ね、国家試験もちょっと受け、一つね、ステップ1っていうのを受けたってことですし、これから、大学のね、卒業試験があったりとか、初期研修っていうのは行かなきゃいけないので、それのね、面接とかいろいろあると思って、まだ、1年弱忙しいと思うんですけども、もう今後の、まあ、医学の残りのね、時期をどう過ごすかとか、あるいは、それも含めて、今までのね、約6年間を振り返って、何かさらに、若い人たちに言いたいこと、まあ、最後の送る言葉で、ね、言ってくれたんですけども、なんか付け加えたいようなことあります？付け加えたいこと。そうですね。でもやっぱりその目の前のにあることをコツコツとっていうのが一番大事かなと。コツコツやることね、はい、うん、急がば回れじゃないけども、まあ、本当に急いでね、なんか目的を、ね、達成しようとすると結構落とし穴があったりするんじゃないかと思いますけども、本当に真面目に、ね、一歩一歩進んでいくってことが重要じゃないかなっていうことで、まあ、その辺を今までアンジュはされてきたんじゃないかと思いますけども、まあ、今後の若い人にもね、それをじゃあ送る言葉として、しっかり、勉強していってほしいなと思います。これから本当に先は長いと思いますけどね、私のもう何世代も下になりますけども、日本の医療、世界の医療をね、背負って立つような感じで、まあ、あんまりね、大きな、大それたことを考えなくてもいいんですけども、そういうね、役割を果たして、まあ、一般の人たち、病気のかかっている人たちのために、役に立つようなね、医師になっていただければなと思います。本日はどうもありがとうございました。また、今後、お会いすることもあると思いますし、まあ、アメリカにね、行きたいってことであれば、お手伝いすることもあると思いますけども、体にとにかく気をつけて、またキープインタッチでしていきましょう。あ、そういえばね、ハワイには来たことあります？ハワイは家族旅行で結構何度も。あ、何度も行きました。じゃあ、はい、またぜひとも遊びに来てください。はい。その時は大歓迎しますから。はい。それじゃあどうも、今日は本当に長い間ありがとうございました。じゃあ、これで失礼いたします。どうも、失礼します。じゃあ、これで大体終わりです。ありがとうございました。はい、あまり突拍子もない、なんていうかな、飛んだ話じゃなくて、極めて、地道な話で、むしろ良かったんじゃないかなと僕は思いましたけどね。はい、確かに、高校の時に、東大とかに行った先輩の話とか聞いてて、あんまりにも、常人離れしてると役に立たないよって思ってたので、逆に凡人っぽい人の話の方が役立つんじゃないかなとは思いますけど。なるほど。確かにそうかもしれませんね。まあでも、きっと今日の話からね、またいろいろ学んでくれて頑張ろうっていう若い人たちが必ず言うと思いますので、どうもありがとうございました。最近ね、いろいろな人話してくれてるんですけども、結構ね、時たま見てくれてるかと思うけども、マサ乃木先生っていうのがね、話したね、未来のことはとってもいいことを言ってましたね。医師というよりも一般的なね、コロナの後の時代のね、生き方とかそういうのをね、言ってくれた。それから一番最近なのは、
私の本当、ハワイ大学の教え子で、女性の医師で、山内秀子先生っていうのが、まあ、彼女の話もね、女性医師の、なんていうかな、をエンカレッジするような話してくれたんで、また時間があればぜひ見ておいてください。はい、ありがとうございました。じゃあまた、どっかで、この前何、静岡医療センターに来てくれたの？ そうですね、一応、初期研修で行くなら、HMAP だけじゃなくて、その病院自体に見学に行ったっていう、ああ、そっかそっか。事実がいるのかなと思って行ってみました。なるほど。ありがとうございます。はい。まあ、どっかでまた多分お会いすることあるでしょうし、本当アメリカにね、行きたいということになれば、まあ、JS プログラムっていうのありますから、そこに来てくれれば一番ね、支援しやすいですけど、そうじゃなくてもね、どんな方法であっても、その時が来たら言ってくだされば、少し早めにね、言ってくだされば、個人的に相談に乗って、ね、マッチできるようなね、まあ、アメリカをもし目指すんだとしたらば、支援しますから、連絡を続けてください。ありがとうござじいゃあどうまも、す。私もね、中高生の時バスケットにはまったんですよ。そうなんです。強かったですか、アンジュのところは。いや、全然強くなかったですね。1回戦敗退ばっかりでした。僕のところもそうでした。大学でも私はね、順天堂でバスケットをやってて、その時は結構強くて、東医大とか、あと全医大とかね、あんなのにも、出るぐらいのところは行った時もありましたけどね。もう今はもう全然バスケットなんかできるような体力ないですけども、学生の頃は私も結構ね、部活に明け暮れてた方かな。で、私同じで英語が好きで、まあ、英語だけはやってましたけどね。まあ、今後ともまたよろしくお願いします。はい、よろはい、しじゃあくおどう願も、いじゃあし失礼ます。します。どうも。はい、あはい、りがと体うご気をざついけまてし頑張ってくだた。さい。どうもありがとうございました。どうも失礼します。